大胸筋というともうベンチプレスだけというような方も結構多いと思うんですけれども、筋肉は常に新しい刺激を与えていかないと発達していきません。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は大胸筋のおすすめ種目10種目をおすすめ順に紹介していきたいと思います。第1種目ということでダンベルフライからやってみましょう。じゃあダンベルフライいってみましょう。このように肘を少し曲げながら真横に開いていきます。この時にですね、肘の角度なんですけれども、前腕が地面と垂直より内側になってしまうとダンベルプレスになってしまいますので、垂直よりも広げるというようにしてください。そして一番上ではしっかりと肘を伸ばし切るようにします。こちらが一般的なダンベルフライなんですけれども、2番目の種目内転を意識したダンベルフライをいきたいと思います。今やりましたダンベルフライはこのようにですね、水平屈曲と呼ばれる動きをしています。それに対して内転というのはこのような動きです。上げながらこうではなくて斜めの方、こちらの方に向かってあげる。こうすると腕の肩の内転が起こります。下ろすときは真横に下ろして、上げるときにはお腹の方に上げていく。そうすると水平屈曲だけではなくて内転が起こります。このように内転を起こしますと大胸筋の下の方、大胸筋の輪郭をつけるのに良い種目となってきます。3番目のおすすめ種目ですけれども、インクラインのダンベルフライとなります。ベンチの角度はだいたい30度から40度ぐらいになるようにしてください。では行ってみましょう。もうちょっと広げて、これも下ろすときは一番下で前腕が地面と垂直よりも少し開いた感じになるようにしていきます。そして上げるときにはしっかりと肘を伸ばし切ってください。このインクラインダンベルフライ、肩関節の屈曲と呼ばれる動きをしていきます。この屈曲という動きになりますと大胸筋の上部ですね、鎖骨の方を鍛えることができます。これで大事なのは下ろした時に大胸筋の上部、鎖骨のところが伸びていることを意識して行うようにすることが大事になります。ではこのまま4番目のおすすめ、インクラインダンベルベンチプレス。今のダンベルフライはこのように開いてきましたけれども、ダンベルベンチプレスの場合は肘がボトムで地面と垂直よりちょっと内側に来るようにしていきます。そうですね、地面と垂直よりもちょっと内側、そして内側に絞り込むように上げていきます。先ほどのインクラインダンベルフライでは大胸筋をしっかりとストレッチ伸ばすことができます。それに対してこのインクラインダンベルベンチプレスでは肘を最後まで持ってきて収縮させることができますので、大胸筋の内側の上部の内側のライン、ここは結構出しにくいんですけれども、これを出すのに適した種目となります。5番目はディップスという種目をやってみましょう。5番目のおすすめ種目ディップスをやってみましょう。ディップスはこのようにですね、平行の棒のところを持って体を沈めていく
このような種目となります。やり方のポイントとしましては、下ろすときに上半身が垂直のまま降りるのではなくて、前に倒すように前傾させながら下ろすようにしていきます。そうすると大胸筋の下部に強い刺激を与えることができます。このディップス、ご覧の通り両手2つだけで体を固定しています。普通のベンチプレスですと両手両足背中全体というように固定するところがとても多いんですけれども、このディップスのように2点でしか支えられないような動きですと、グラグラするのを安定させるためにとても多くの筋肉が使われてきます。6番目のおすすめ種目ですけれども、スミスマシンを使ったリバースグリップでのベンチプレス。普通のベンチプレスよりもちょっと広めに持つようにしてください。そして下ろす位置はバーがだいたい溝落ちのあたりに来るようにしていきます。行きましょう。フリーウェイト、バーベルでも行えるんですけれども、リバースグリップだとですね、バーを落としてしまう危険性がありますので、スミスマシンでやるようにしてください。このような動きですと肘を閉じて動作を行うことになります。すると先ほどの屈曲という動きが起こりますので、リバースグリップのベンチプレス、大胸筋の上部をしっかりと刺激することができます。そして肘が体から離れてしまうと肩にあまり良くないんですけれども、肘を閉じた状態でできますので肩への負担も少なくやることができます。おすすめ種目7番目はスミスマシンでのインクラインベンチプレスです。角度はだいたい30度ちょっとに設定しまして、バーが降りる位置を鎖骨よりもちょっとだけ下にバーが降りるようにしていきます。バーが鎖骨の真上に降りてしまいますとちょっと上すぎますので、鎖骨のちょっと下に降りるようにしていくと肩への負担を少なく、大胸筋上部にしっかりと刺激を与えることができます。手の幅は広くすると大胸筋上部ストレッチは効くんですけれども、肩への刺激が強くなってしまいますので、あんまり広くしすぎないで、だいたい下ろした時に垂直よりちょっと外側に来るぐらいの幅で行いますと、肩への負担も少なく大胸筋への刺激を強くすることができると思います。このインクラインベンチプレス、フリーウェイト、バーベルでもできるんですけれども、スミスマシンだと垂直に上げることができるんですね。どうしてもバーベルでやりますと斜め上に上がってしまって肩が効いてしまいがちなんですけれども、スミスマシンで垂直に上げることによって肩への刺激を弱くすることができるということになります。8つ目のおすすめ種目、意外かもしれませんけれども、腕立て伏せ、プッシュアップを紹介したいと思います。普通の腕立て伏せですと結構肩に効いてしまうんですね。あと腕にも効いてしまいます。それを避けるために手の幅をちょっと広く取りまして、そして指先が外側に来るようにします。そうすると大胸筋に強い刺激を与えることができます。肩幅の2倍ぐらいに手を開いて指先外側でのプッシュアップやってみましょう。この時大事なのは上体が一直線になることですね。腰がペコってなってしまわないように一直線にして、このまま顎が地面につくまで下ろしていきます。普通のベンチプレスですと肩が内旋した状態なんですけれども、この手の位置で行いますと肩が少し外旋した状態で行うことができますので、肩への負担を少なくすることができます。そして大胸筋への刺激を強くすることもできます。このプッシュアップつながりで9番目のおすすめ種目、ボールプッシュアップをやってみましょう。9番目のおすすめ種目ですけれども、ボールにですね指先を外側にしてついた状態で行います。ボールがグラグラした状態で行うととても強い刺激が与えられます。非常にきついですのでぜひ試してみてください。グラグラしたのを耐えながらやるというのが大胸筋に強い刺激を
与えることができるということです。10番目ですけれども、ボールに座って合掌アイソメトリクスやってみましょう。肘を張って思いっきり内側に押し付けるようにして10秒間全力で力を入れてみます。普通のトレーニングですと動いていきますので 100% の力というのはないんですね。でもこのように関節の角度を固定して 100% の力を加えていくということが、このようなアイソメトリクスですとやることができます。これを1回休みまして、今この位置でやりましたので、腕の位置を下げて下でまた10秒やってみましょう。こうすると大胸筋の内転の方、下部の方に刺激を与えることができます。これを10秒やって少し休んで、最後に上で手をこのように合わせて、また内側に肘を伸ばして、これでできるだけ内側に手を合わせて10秒間。こうすると大胸筋の上部を刺激することができます。はい、ありがとうございます。この10秒を3セット、意外にきついアイソメトリックス、どこでもやることができますので、ぜひトレーニングに取り入れていただければと思います。今回は大胸筋のおすすめ種目を10個紹介いたしました。大胸筋というともうベンチプレスだけというような方も結構多いと思うんですけれども、筋肉は常に新しい刺激を与えていかないと発達していきません。ですのでこの10種目の中から適当に選んでいただいてですね、毎回いろんな刺激を与えていく、そうすると大胸筋が喜んでくれると思います。本日は武田子さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。先生、その後ろにあるのちなみに何ですか？これはですね、山本由伸バッグというもので、スポルテックで使いました写真を使ってバッグに仕立て上げたものです。でこちらちょうど5つありますので、5名様にプレゼントしたいなと思っております。ちなみに先生、応募方法とかありますか？こちらの応募方法ですけれども、バルクスの公式 LINE をフォローしていただきまして、そちらにメッセージでお年玉と入れてください。そうしますと応募フォームが出てきますので、そちらからご応募いただければと思います。詳細は概要欄をご覧ください。